速報、ルートン橋岡大樹さん、シティ戦でプレミアデビュー。なおハーランドにも得点などされて負ける。ルートンは62分、オグベニーに代わって橋岡を投入。橋岡は 3-4-2-1 の右ウィングバックに入り、待望の新天地デビューを飾った。デブランドの無双試合だったわ。橋は毒を無難にマンマークで抑えてた。ようやく橋岡デビューしたか。しかしハーランドにもゴールってひどいな。リーグ戦ではもっと上手く戦えてた印象だったが。止められないってなるとコントケチャドバになるなハーランド。グアルディオラさん、2点取られたことに不満だお。ボッコボコじゃねえか橋岡。試合が実質終わってから出場だから失点に関係ないよ。マンシーに2点取るってすごいな。ルートンで橋岡がスタメン勝ち取れる気がしない。チャンピオンシップの選手を呼んでるくらいだから、森安は橋岡もすぐ呼び戻すんだろうな。橋岡意外と頑張ってた。しかしハーランドやばすぎる。デュエル現象は草。